今日の新聞読んだ？あ、ごめん、うちテレビないんだよね。ん？新聞とテレビって関係なくない？え？新聞だからテレビが必要でしょ？え？中国で新聞はニュースの意味を持っています。なので新聞と聞いてテレビを連想する人もいるそうです。日本語とは意味が全然違いますね。